2022年12月、12月20日、佐藤修一、ライブでございます。皆さん、ね、ちょっと、ね、非常に寒い状況続いておりますけれどもね、来週、あさって木曜日のことでございますかね、行動提起を、ね、させていただきます。まあ、会計年度任用書のですね、不安定雇用問題に対するね、緊急要望書、これをですね、公務非正規、女性全国ネットワークという団体、まあ、ハムネットという団体からね、全国、まあ、広島県も含めましてね、うん、自治体のね、に、送付を、緊急要望をね、送付しております。知事とね、知事と、まあ、首長とね、議長と、そしてね、まあ、人事委員会、あるいは公平委員会の、ね、方にね、送っているというところであります。まあ、知事向けについてはね、本当ね、こういうね、安心してね、働くことができるような、ね、方策をね、取ってくださいということをね、お願いをしておりますしね。あとね、国に対してもね、会計に、年度任用職員制度のね、抜本的な見直しに関する提言を挙げてくださいという話。あるいは報酬や諸手当ね、休暇、公立、福祉、厚生とね、まあ、常勤職員となる処遇格差ね、依然大きいものがありますね。ぜひね、取り組んでほしいということね。うん、それからもう一つはね、離職者が大量に生じるときはね、大量雇用変動を通知してくださいということをね、話をしています。まあ、議長向けについてもね、方策を取ってくださいということとね、まあ、意見書を上げてくださいということ。そしてね、人事委員会向けについてはね、まあ、相談窓口はわからないということでね、会計年度任用職員にね、苦情相談窓口でね、措置要求についてね、周知してくださいと、いうことについてね、まあ一つね、要望をね、させていただくということがね、要望書として、ハムネットの総本さんから上がってますんでね、私、佐藤修一としていたしましてもね、皆さんと一緒にね、ぜひね、広島県のね、知事、それから議長、そして、ね、人事委員会はね、しっかりね、ハムネットさんにね、誠実に答えられるようにということをね、お願いに行きたいというふうに思います。そしてね、そのことがやっぱりね、若い人がね、希望を持って働けるね、県庁というかね、県関係の職場になるということにもなりますんでね、ぜひね、そういう方向で、お願いね、頑張ってほしいということをね、お願いしていきたいな、ということをね、思っております。まあ、この非正規公務員問題ね、ずっと私自身、県庁は正規公務員だった時代からずっとね、取り上げてきたね、ことであります。ぜひまたね、県議会議員選挙、来年の県議会議員選挙でも、ね、しっかり争点としてね、取り上げていきますんでね、ぜひね、皆さんね、ご協力をね、付してね、よろしくお願い申し上げます。本当ね、それでね、いつもね、本当にいつもね、申し訳ないんですけどね、カンパの方はね、ぜひね、本当ね、お金の方がね、一番ね、やっぱり今不安材料ということですんでね。ぜひ伏してね、ご協力をね、もう毎回しつこいなと言われるんですがね。で、伏して、カンパのね、ご協力をね、お願い申し上げまして。本当にね、また、あさってね、お会いできる方はお会いしましょうということでね、お話を、ね、させていただきました。最後までご協力誠にありがとうございました。